にちは、みずきです。本日は今私がしているこちらのヘアアレンジを紹介したいと思います。ヘアアレンジする時になんとなくくるりんぱ皆さん使うと思うんですけど、残念なくるりんぱにならないようにくるりんぱのやり方を紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。はい、早速紹介していきたいと思います。まずは 26mm のコテで全体をざっくりと巻いていきます。私は外巻きにしちゃったんですけど、内巻きにした方が最後仕上がりがいいかもしれないので、内巻きに巻いてください。ミディアムとかショートヘアの方だったら内巻きにワンカールするくらいでもいいかもしれないです。トップは根元からしっかり巻いていきます。全体が巻けたらワックスをつけます。結構たっぷりめ、もっと多いぐらいでいいかもしれない。全体にしっかりとワックスを揉み込みます。はい、次はサイドを残してトップの毛を斜め下に向かってブロッキングして逆三角形を作るようなイメージでトップの毛を取ります。こんな感じかな。結構ざっくりめで大丈夫です。逆三角形の下の角が耳の高さになるように調整してください。この時逆三角形の下が耳より上になってしまうとくるりんぱがうまくできないので注意してください。ブロッキングした毛を手ぐしで整えて小さいゴムで縛っていきます。この時結び目が下になるように縛るのとトップの毛がたゆむように緩めに縛るのがポイントです。緩めに縛ったトップの毛を半分に割って毛先を上から下に通すようにくるりんぱをします。次に毛先を半分に割ってぎゅっと引っ張ります。この時上に向かって引っ張ってしまわないように下向きにぎゅーっと引っ張るのがポイントです。こんな感じでくるりんぱができたら結び目を押さえながらトップから順番に崩していきます。崩す時のポイントはつまむように少しずつ細く崩していくとシルエットが大きくなりすぎずに上手に崩せると思います。トップが崩せれたらくるりんぱの横と内側も崩していくと立体感が出て可愛くなります。崩すとこんな感じになります。次にモチーフのついたヘアゴムを使って残りの毛を一つ縛りにしていきます。こういうモチーフ付きのゴムを使えば結び目が簡単に隠せるのでとっても便利です。他にも普通のゴムで縛ってヘアピンやバレッタなどで隠してもいいと思います。縛れたら正面から顔周りのバランスを見ながら崩していきます。この時も細かく崩していくのがポイントです。正面だけじゃなくって後ろもしっかりと崩しておきます。顔周りの残したいサイドの毛を少し取ってくるくるっと巻きます。この辺はお好みの感じで大丈夫です。前髪もお好みの感じに仕上げていきます。私は最近このカーラーでくるんとするのにハマっていて、コテでやるよりかふわんとエアリーな仕上がりになるので気に入っています。仕上げにスプレーをします。ヒートテック見えてるのはスルーしてください。はい、これで完成です。こんな感じになりました。ちょっとローポニーがね暴れてるのは内巻きにしたらもうちょっと落ち着くかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。このくるりんぱの使い方をマスターしておけば三つ編みやロープ編みを加えたりするとオリジナルのヘアアレンジを楽しむことができます。今回紹介したのはカジュアルなヘアアレンジだったので、また他のヘアアレンジも紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。